エール北部で最大の都市で、2012年の人口は約 11.8 万人。サハラ砂漠の中にあり、トゥアレグ族の氏族の一つアイル人の中心地である。アガデス州の地図。南西の橙色の領域が、チロゼリーヌ県。この町の始まりは14世紀以前のことで、サハラ交易の拡大とともに、アソデに代わりトゥアレグ人の町としての重要性が徐々に高まった。この町では、今でもビルマから塩を運ぶ大商の到着を見ることができる。1449年以後、アガデスは、スルタン制を取ったが、1500年頃に、ソンガイ帝国に征服された。この時点でこの町の人口は3万人ほどあり、西アフリカのカノやトンブクトゥと、北アフリカのオアシスであるガートやガダミス、地中海岸のトリポリを結ぶ、中世の大商交易の重要な中継点であった。モロッコからの侵略を受けた後人口は1万人を割った。1900年頃この町をフランスが手中に収めた。その後、トゥアレグ人貴族のカオソン・エージー・モハメッドが反乱を組織して一時期優勢に立ったが、フランス軍は1916年にこれを叩き潰した。後に1990年代にはアガデスはトゥアレグ人による反乱の重要拠点の一つとなった。ケッペンの気候区分では砂漠気候に区分され、若干気温の下がる12から2月以外は厳しい暑さが続き、摂氏50度に達することもある。年によって降水量は変動するものの、夏は若干の降雨が見られる。アガデスはアガデス歴史地区との名で2013年ユネスコの世界遺産リストに登録された。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。現在、アガデスは商業市や周辺で採掘されるウランの輸送基地として栄えている。主要な建築物には1515年に建設され1844年に同じ様式で建て直された大モスクやカオソンパレス及びスルタン宮殿がある。またこの町はラクダ市や銀細工、革製品でも知られる。アガデス国際空港はこの地域のトゥアレグ社会の指導者、マノダ役の名称を冠している。サハラ以南の経済難民が、リビア、アルジェリア、欧州へ向かう貴重な中継地でもある。長らく、ゲットーと呼ばれる難民キャンプが存在していたが、2013年、サハラ砂漠を横断中の難民が多数死亡したことを、契機に、政府がキャンプを閉鎖した。2017年にも、密航業者の手引きで、アガデスを出発した難民が、サハラ砂漠で遺棄される事件が発生している。アガデスエアロクライメートノーマルズ1961、1990。ナショナルオーシャニック&アトモスフェリックアドミニストレーション2015年2月19日、閲覧。アガデス、ニジェールウェッザーアベレージズサマリー。カンタミディア2016年4月20日閲覧。カタール&フィージーゲットゼアーファーストワールドヘリテージ、サイツアズワールドヘリテージコミッティメイクス6、エディションズ2ユネスコリスト。ユネスコ2013年6月23日閲覧。サハラ砂漠に92人の遺体、雪倒れたニジェール難民。AFP、http://topics.jp。msn.com/world/general/article.aspx アーティクリッド2,164,103 2013年11月10日、閲覧。サハラ砂漠に、水、食料をなしで放置、移民67人を救助ニジェール AFP2017 年7月10日、閲覧。ありがとうございます。